皆さんおはようございます。レオです。今日はリスニングプラクティスをします。この動画はすべて日本語で話します。リスニングのための動画です。もし日本語がまだ苦手という人はひらがな字幕と英語字幕を参考にしてください。今日はみんなが大好きなラーメンについて話します。まず最初にラーメンの種類について話します。ラーメンは基本7種類あります。これからその7種類の特徴を簡潔に話します。1つ目は醤油ラーメンです。醤油がベースのスープに麺を入れたものです。お店によって醤油ラーメンの味は全く違います。2つ目は塩ラーメンです。塩ラーメンは他のラーメンと見た目が違います。スープの色がとてもほぼ透明です。そして味もとってもあっさりしているので食べやすいです。3つ目は味噌ラーメンです。味噌がベースのスープに麺を入れたものです。味噌ラーメンは味がこってりしているのですぐにお腹いっぱいになります。4つ目は豚骨ラーメンです。豚骨は豚の骨という意味です。豚の骨を長時間煮込んだスープに麺を入れたものです。5つ目は鶏白湯ラーメン。鶏白湯鶏白湯ラーメンは鶏を長時間煮込んだスープに麺を入れたものです。鶏白湯ラーメンと豚骨ラーメンの見た目はとっても似ています。でも味は全く違います。6つ目、つけ麺。つけ麺は麺とスープが別々です。そして麺を取ってスープに入れて食べます。他のラーメンはスープは飲んでもいいんですが、つけ麺のスープはとっても濃いので飲まない方がいいです。7つ目、油そば。油そばはお店によって汁なしラーメンや混ぜそばと言われます。これはスープがなくて少しタレが入っています。そしてタレと麺を混ぜて食べます。油そばはスープがないので他のラーメンと比べてカロリーが低いと言われています。皆さん、今日の動画はどうでしたか？お腹空きましたか？今日の動画がためになったらいいねとサブスクライブお願いします。それじゃあ See you on next one. Bye.